2018年の結成以来、なりたい自分になっていいを合言葉に活動してきた兜がついに本祭デビューします。個性豊かなメンバーが持つ好きなこと得意なことを生かし、自由な発想を大切に活動しています。それでは踊っていただきましょう。よさこいソーランチーム兜の皆さんです。どうぞ。東京の兜じゃない、名古屋もあるんです。楽器たちの音色が紡ぐ心温まるつながりの物語、観客の皆様を絵本の世界にお連れします。兜協奏曲心をつなぐ音。なんだか少し様子がおかしいようです。待って、置いていかないで。演奏がうまくいかず自信がなくなってしまったリコーダー、ついにはあれ、僕の音出ない。おいおい、どうしたんだよ、音が出ないのかい。リコーダーの元に駆け寄ってきました。戻ってきてくれたの？大丈夫、そのうち出るさ。トランペットはその前の目の姿で励ましますが、気持ちは嬉しいけど、どうしたらまた音が出るんだろう。私もついていますよ。今度はバイオリンがリコーダーに優しく寄り添います。僕にもちゃんと仲間がいたんだね、嬉しいよ。でも何度やっても出ないんだ。リコーダーの背中を押しましたが、音は出ないまま。やっぱり無理なのかな。困った太鼓たちでしたが、目の前の楽器たちに気づき呼びかけ始めました。さあ君も俺たちと一緒にもっともっと相談を励まそう。みんなの応援で心が温まったよ。次こそ綺麗な音を出せる気がする。
気をつけ。レッ